ケモンソルジャーの A0 です。箱根です。先日新作ゲームレジェンズ ZA が発売発表されました。なんと舞台はミアレシティ。意外だね。ミアレシティというのはカロス地方の真ん中にあるでかいやつ。俺のポケモン初の 3D 酔いをさせてきた町ね。因縁の町ね。まあ、カロス地方ということは、まあ、祖父とは第6世代の XY なんですけれども、まあ、発売されたのはもう10年以上前。それ、2013年だから発売。やばいな、そう思うと。XY のことを何かしら思い出してね、2025年に発売される ZA に向けに気持ちを高ぶらせていかなければならないということで、今回はポケモン俳人の XY の思い出を振り返っていきたいと思います。カロスについてのクイズが出たら穴とか言ってるのに弱点と言われてるはずの。無理して思い出さないと思い出せないから。じゃあまずポケモン XY 発売日2013年10月12日今から10年半ぐらい前、何してましたか？それ XY 買ってたよ。買ってその日にプレイしてたよ。みんな発売日に買ったけ？逆に買ってない人おる？あー、買ってないと思う。4分の3買ってねえのかよ。さすが弱点。俺ちょうどその時さ、ポケモンあんまやってなかったから。いや、そうなのよ。ツイッターも見てなかったから、新作出るとか知らなかったし。で、なんかツイッターたまに見たらさ、月光河とかギルガルドとか言ってて、新しいソシャゲでも出たんかなと思って。あとあとツイッター見てたら、あ、これポケモンなんだと思って。あ、出たんだ、じゃあ買おうと思って。1、2週間、3週間ぐらい遅れて買ったわ。ヘルビンさんと船はどうやったっけな。俺6世代でもしかしたらなんか一瞬でもなんかやめようとしたような気がするんやけど、でもなんか一瞬でやめるのをやめたような気もする。一瞬いなくなりそうかと思いきやいなくならなかったの。 XY でしょ。 XY の頃って俺あれだ、ちょうど高校生なのね。年バレるんだけど、高校生の頃はね、あの高校デビューしようと思ってマジでゲームしてなかったから、うわぁ寒っ。ま、高校楽しかったしね、実際。っていうのでゲームは本当にやらなかったんだよな。ストーリーに対して記憶みんなあるもんなんですかね。ストーリーマジ記憶いないよな。イベルとゼルネの役割がよくわかんないんだよ。あ、そう、なんか街ボロボロなってたよね。そうなんだ。それもやばい、やばい、これ話続かんぞ。フレア団の皆さんはフラダリのやばすぎる計画に乗せられているとは気づかずにいたとか、そんなんじゃなかった。そんなんだった。とりあえず AZ って何なんだったんだ、だしどこから出てきたんだっけっていう。なんかいたのは覚えてるけど何した人かも覚えてないし。殿堂入りしたら戦わされるじゃん突然。戦わされるのも意味不明だし、そもそも AZ 自体が意味不明。やっと対戦できると思ったら対戦始まってめっちゃイライラした記憶だけある。でも AZ は完全にあれでしょ、だから ZA でわかるんでしょ多分。まあそういうことなんじゃない。だって XY の最初の街の名前覚えてる？ハロンタウン。どこ？絶対違う。カノコタウン。カノコタウン BW やろ。ラスが詳しいな。正解は？浅めらしい。初めて聞いた。ミアレ以外の街知らないし。ミアレから動かないし。まあストーリー攻略したら、その当時はレーティングバトルに挑戦するのが僕たちですけど。え、みんなはやってたのそもそも？いや、やってたよ。シーズン1はやってた。高校生だったからクラスというか教室で自分の携帯でテザリングして潜ってたぞ。やばすぎる。やばすぎる。一生対戦してた。え、その対戦を横で見てるやつがいたの？まあ、いたりいなかったり。いなかったら一人で黙々対戦してることになるけど。クラスにポケモン分かるやついなかったから。最初に育てたポケモンとか覚えてる？最初月光が育てたの。俺ギルガルドだな、多分。に育てたっけ？ハッサムかな。最初に？結構がギルガルド、ファイアローだろ。XY 初めて一戦目の対戦思い出した。そういえば僕はなんかマリルリのタイプ強えって思って、マリルリさっそうと出したら相手が初手二毒インでなんかヘドロ爆弾かなんかでワンパンされた。世代が一個前だったら勝ってたのに。まあレートは当時もちろん持ってないからやってないんだけど、動画見てたよ。動画ニコニコ動画だね。だから当時だからなんとなく強いポケモンは知ってたよ。俺当時ガルーラでグロパン打ってたら2000乗ったけど。グロパン恩返し、地震不意打ちか。あ、レートミンスタンだ。ガルガブアロー、バナガルドロトム。レートミンスタン強いから。俺の発売した瞬間のパーティー、カバハピ、ガブマンダ、バナハッサン。まあ、カバハピとかもね、結構シーズン1話題にはなってたけど。でも当時レートが高くてランキングがつけられて1位でしたみたいなんで評価されないというか、第5世代の延長だったし。
てかそのレートで順位を考えるっていう発想がなかったの。そう、発想なかったからさ、戦績をさめっちゃ意識してて、40勝10敗とかで2000乗る方がなんかいいみたいな。見栄えとかレリセとかいう文化があったし、あったから。それ派閥だったからさ、レート2000乗せてはリセットして、2000乗せてはリセットしてってやってたんだよ。今考えたら何の意味があったんだろうと思うけど、シーズン1終わってからなんか回収1位でしたとか言ってる人いて、あ、そういう発想あるんだと思って。 XY から切断してもレートが下がるようになったのか。あと格差マッチもなくなったから、レート2000が普通にいけるようになった。マッチングシステムは6世代が一番だと俺は思ってる。6世代の頃さ、あのマッチング中に BGM の、 あの矢印を押してたらさ、あのマッチング厳選できるみたいなのなかった？ BGM を動いてる間はマッチングしてないから、動いてる間に切断すればマッチングの時間が長くならずに、長くなるとレート差と当たりやすいからみたいなのは。マッチングシステムくんが視野を広げるから。ここまで来て全然話してなかったけど、メガ進化はガルーラが強い。ガルーラは強いけど、でも実はメガゲンガーも強かった。そう、シーズンはメガゲンガーあんまいなかったから。メガゲンガー強いって言われたの後の方だよね。全然印象ないわ、最初のメガゲンガー。だってシーズン1とかさ、シャドーボー気合い玉みたいな。そう、シャドーボー気合い玉、血ずれ、挑発、ヘドバックあたり、基本的なテンプレが一切いなかったから、それはまあ評価は上がらないと。鬼火珍しかった、たまにしかいなかったし。鬼火たたり目ってバンク解禁されてからとかだもん。数増えたのはそうだ。今だったらもうシーズン1とかに開拓されるんだろうけど、みんな強くなってるし。だって当時のレベルで言ったらさ、ウズアンコ海流なんてシーズン1で絶対開拓されてない。出てこないね。神砕くとか秘密の力とかも結局オーラスになってからちゃんと開拓されて、クサイのガルーラ、グローパンチ恩返しみたいなやつと猫捨て身とで、クサイ後半に203ガルーラや。あのね、でもあれはマジ画期的だったから、クレセリアをグローパンチしてみちゃくれ倒しつつ反動ごつめを耐えるか、あれがガルーラの開拓の最初みたいな感じあるけどな。正直普通のグロパン型でごつめじゃ対策できないよという、流行れば後から不意打ちで裏削るのもできるし、三日月の前で回復させるとかもできるし。めちゃくちゃ XY とかは潜ってたけど、ガルーラをほとんど使ってないからあんまり話にとか出せない。 XY だったらあと結構強いとされてたメガ進化、まあ、なんかシーズン2とか3とかはハッサムとか多かったけど、そっからバシャーもメガバシャーとかでしょ、バンギランドルカリオアローでしょ、メガバンギとメガルカリオ。 XY あるある、鬼氷って村っ毛だったんだ。いや、それの足でピクシーも知らなかったから、天然5世の時マジでみんな混乱してた。なんかマジで職人の時に何こいつってヤバすぎだろ、誰も倒せない、不思議バラ厚足しても間に合ってない、瞑想と小さくなされて間に合わない。あと5世代の幻影を追いかけてサラサラ岩カバルドン使ってみるけどめっちゃ弱い、違うんだよなって。あとラティオスの幻影を追いかけてすり替えオンバーン使ったらクソ弱い。あ、それマジでそれガッチで弱い。あとキノガッサ度重なる仕様変更にくじけずキノガッサ使ってみるけどナットレイに負けて悲しくなる。封じワンウェポンガッサ、ガンプ強くて感動したな。じゃあ XY あるある、ガンス表示が強すぎるでしょ。昔威力50、命中80とかだったしな。マジで神の技な。全人類封じ打ってたもんな。激凛地震、ガンプ、剣舞のタスキガブ。まあ、それはもう結局オーラスの最後までガブリアスの一番強い方として最後までに居続けたけど。思い出話その辺で、ZA に期待すること。メガ進化はメインコンテンツにはしてほしいけど、なんかちょっとありますみたいな。あのピカブイもさ、一応メガ進化あるじゃん。気持ちメガ進化ね。そうじゃなくてちゃんとメインコンテンツとしてなんかメガ進化を使ってほしいなとは思うけど、まあ、あれだけ大体的にね見せてくるんだから、メガ進化ちゃんとやらせてくれよって感じだけど、どうなんだろうね。でもまあ対戦はできないから、おそらくね、ストーリーになんか絡んだら嬉しいぐらい。でもまあ新ポケモン、まあ、リージョンフォームでもいいけど、そういうのは期待してるけどな。まあビジュアル考えたら少なからず出てくるんじゃないでしょうか。ということで XY の思い出を振り返っていきました。でも XY って 3DS だから、最近のゲームに見せかけて10年前って怖くね。 3DS を最近のゲームっていう感覚がまず間違ってるんだよ。あんな豪勢なものを XY 発売されないと高校生の自分じゃ買えないよ。俺 3DS を買おうかどうかすげえ迷ってたんだったわ。まあ、ポケモン以外マジで持ってないからね。確かに 3DS のポケモン以外のゲーム持ってないかも。そうなんよ、まあ、そんな 3DS ももうすぐサービス終了。10年以上の対戦経験を持つ私たちがみたいなことよく言うけどさ、10年どころじゃなくなっちゃったね。10年前が XY って15年ぐらいになりつつある。
俺もう15年じゃね HGSS から対戦はしてるから。じゃあ今14年半だ。えぐいですね。怖い怖い怖いから今日の動画終了。なんだこの終わり。言わなきゃよかったか。悲しくなる。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。